大森隆弘です。この3年ぐらい 100% ベイキャスティングはジリオンの 9.1 のギア比のものを使ってるんだけど、もう1回 9.1 を使うともう 8.いくつとかもう 6.3 とかにはもう戻れない。でいいとこはやっぱりそのギア比が遅いリールを早く巻くっていうのは限界があるけども、この速いギア比のやつをゆっくり巻くことはできるから、自分が調節して速い時は速く巻きたいし、ゆっくり巻く時はゆっくり巻くことができるっていうのが、それがハイギアだからこそ可能っていう。でやっぱりあとはバイトがあった時にラインが走ったらそれをスラックをすぐ取ることができる。それで合わせが決まるし、魚があとジャンプした時にすぐにラインをタイトにすることができるからバレることもすごい少なくなる。だから実際問題あとテストとしてあれ 10.1 とか試してみたけども、今のところはこの 9.1 っていうのが自分の中では一番使いやすくて、これを多分一回使ったらあれ元に戻れないと思うから、ぜひ試してみてください。